こんにちは、黄色の黒田3フルボイススペシャル、今回もやっていきたいと思います。金色の黒田3、はい、よろしくお願いします。さあ、いつもねコメントご視聴ありがとうございます。皆さんと一緒にやっていきたいと考えておりますので、さあそこでなんですが、まあ、いよいよねセミファイナル終わりまして、帰りになったんですけれども、まあゆうえこが誰かに連絡を取らなければと、まあ、いうところでね前回切ったんですけれども、あのコメントいただきましてね、あのここで選択肢が出てくると思うんですけれども、まあ、またあの以前の肝試しの時みたいに、まあ、どのルートもどの選択肢も見ておいた方が面白いという話をね聞きましたので、またね、前みたいに番外編みたいな感じで、まあ、できるならやっていこうかなと思ってます。さあ誰に連絡、全員全員いけんの、ちょっと待ってくれ12通りか迷う。ちょっと私てっきり今日会った最後に会った身内メンバーと人難の人たちぐらいかなと思ってたんですけど、全員ですかちょっと待って、決めてなかったんですよ。あのこの世界観ですよね。だから今回の本ルートでは誰と連絡を取ろうかなって話ですよね。ちょっと考えよう。セミファイナルの流れで、そう、ちょっとこれ本命決めてない弱点がここで出てきましたね。セミファイナル決めてさ、勝ってさ、いろいろあってさ、で帰ろう、でも誰かと連絡取りたいなっていう時に、たとえさ好きでも八木沢さんや穂積さん選びたいですけども、他のね、例えばここで明賀さんっていうのも面白いですよねっていうのもあるんですけど、この世界観ではやっぱりこの一緒に戦った人たちですよね。当然そうなりますよね。黄色に輝いてる方もいるし、でもね、この世界線だとね、強役なんじゃないかなって私は思うんですよね。落ち込んでいるところだし、で、だんだんやっぱ、ね、ゆり子自身の悩みと強役自身の悩みはやっぱ共通するところもある。ですので、ちょっと本ルートは強役でいきたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。では、強役と一緒に行こう。行こうじゃないよ。どこ行くか分かんない。連絡取ろう。はい。なあ、いたいた。タグ、何ぼーっとしてんだよ。ぼーっとしてた。まあ、考えてましたね。12通りをね、考えてたんですよ、私。ぼやぼやしてたらこの人混みの中はぐれちまって分かってんだろうが、ちょっと話していいですか。あ、京也くんっていわゆる主人公ポジションですよね。あの多分メインヒーローポジションではあると思うんですけど、まあ、12人もいるし、こういう作品、こういうジャンルの場合ってメインのヒーローとかメインのヒロインがかえって個性が薄くてぼやけて、他のねサブキャラは何か個性を一つ強くしてたりするから、サブキャラたちがすごい人気が出て、メインがそうでもないってパターン結構あると思うんですよね。京也くんは違う。だんだん私京也くんの声も好きになってきたさて、まあそれはともかく、はぐれたことを怒る。心配してくれたの、探した、なぜ見つけ、コールダスリーは選択肢が面白いなこれ聞いてみようか。ちょっと親密度がどうこう関係なく、これ聞きたい。なんで見つかったのって。偶然だよ、偶然。おほう。ま、お前のことだからそう遠くまでは行ってねえとは思ってたけど、ってのんきに話してる場合じゃねえぞ。どんどん人増えてんじゃねえ。これじゃあ他の連中と合流するのは諦めた方がいいな。ほう、じゃ行こうぜ。どこに行くのだろう。
はあ、んなもん決まってんじゃねえか。花火見んのにいい場所だよ。あ、そうか、肝試しイベントが前回あって今回は花火イベントか。ほらさっさと行くぜ。いいな、花火一緒に異性の方とね、花火を見に行くなんてね。夏とかよくありますけどさ、やってみたいですよね。一回もないですよ。さあ、まあそれはともかく。すげえ人混み。こういうのテレビではしょっちゅう見てるけどさ。あ、もう上がってますね。実際現場に来てみるとやっぱ感じ違うよな。あっちこっちで敷物広げてるし、浴衣のやつ多いし。ねえ、浴衣着込んで電車乗ってますね。花火大会があるよっていう日にさ、仕事疲れたってこっちはさ帰って電車乗ってるとね、いますね。いや、 いいんですよ、皆さん楽しんでくださいさ、浴衣が多いという京谷に、お、なんだこれなんだこれ、屋台も出てるよ、食べたいな。あ、これは上で行きましょうね。私も浴衣着てみたいなって言ってみましょうよ、京谷くんに。何言ってんだ、浴衣なんて面倒じゃねえか。いいですねいいですね、男ってそういうもの。大地、お前着付けとかできんのか。え、できんのゆげ子、料理はできるけど。うわーと、今何発目だ。もう結構な数上がってたよな。こりゃもたもたしてらんねえ、行くぞもたもたしてらんねえ、行くぞ。さあ、また花火です。でもね、ほんと京谷くんもね、あ、ごめんちょ一瞬だけ話します。京谷くんもね、なんかじわじわとなんかいいところというか、悩みも含めてね、共感することができて、なんかいいな、好きになれるなって思っていくタイプの、そんな方に思いました。夜空が花火で彩られている、思わず綺麗だとつぶやいた。ああ、横浜の花火も悪くねえな。ねえ、あそこにいるの清掃の子じゃない？ほら、今日演奏してた。あら、本当だわ。手をつないで、可愛いカップルね。あ、そうか、はぐれないように手つないでるのねんなんだ。京谷と顔を見合わせてから後ろを振り返ったが誰もいない。恋の主は去ったようだ。あ、ゆげ子には聞こえたのね、さっきの話が。周りに知り合いなんていねえし、カップルって俺らのことか。たく、どこに行っても間違われるよな。え、いつも一緒だったから、手を繋いでから。テレルテレルますかカップルと間違えたときに対してね、まあいつも一緒だからそう思われる、これは当然ですよね。手を繋いでるから、まあ他人から見たらこれはカップルだなと思いますね。テレル難しい選択しないで。理由が2個で感情が1個、照れて反応を伺ってみようかな。どっちもあんま違い感じないから。バカそんな顔赤くしてうつむくな。俺まで照れるだろうが上がってしまった。だいたい今に始まったことじゃねえんだ。今さらどうしてどうする。平常心だ、平常心。幼なじみからの意識をし始める、そんな青春の年齢ですかね。すげえ綺麗だな。だべってないで花火見るか。見るか。そう、ついついね、集中できなくなっちゃうからね。
ずいぶんな数上がりますね。あ、消えた。帰ってきた。帰りは突然唐突にやってくる。ということで、セミファイナルの方ですね、無事終了しましたね。大会結果第3回このような結果となりましたね、うん、終わってみれば、まあ、圧勝って言ったら人難の、ね、人たちに悪いですけれども、まあ、勝ちは勝ちですからねっていう感じで、よし。で、じゃあまた明日から何かね、何かが始まるんでしょう。さあ、そこでしばらく見ることができなかった重要人物情報、これをちょっと一回、まだ落ち込んでるのか。デレン、はてなはてな。あー、やっぱりね、残念、京也くんは親密度が足りませんでした。ここまでです。残念。周回プレイに期待しましょう。蘇る命、これさ、親密度と、これはきつくなってきましたね。親密度と同等の戦いになってきました。第4回大会までに。さあ、大地さんもね、せっかく金色がついたんでね、頑張っていきたい。さあ、ご飯。さあ、ご飯はいけるようになりましたね。叱責もいけますよね。うん。で、明るい未来。足りない。全然足りない。おまじない。足りない。あ、これは元町通りね。で、ミョウガさんは、最後。あ、もういける。ミョウガさんはいけるそうです。これは達成したそうです。山宮さん。これも時間が必要。ソロパート。あ、いける。なるほどね。あー、協約残念でしたね。足りなかったか。そうか。で、他の、特に今度は逆に他校ではなくて、身内の人たちに黄色信号、親密度が足りない。あとは、そうか、死生館のメンバーもね、上げにくいからな。まあ、二人練習があるからな、死生館の場合は。ということでした。さあ、どうなる。とりあえず、話を進めましょうかね。うん、じゃ、寝ましょう。とりあえず。おはようございます。清掃学院に編入してくる前の夢を見た。お、お手紙。今の自分の演奏を聞いたら、例の手紙の差出人は何と言うだろう。集まっているな。いよいよ次は全国大会の決勝だ。うん、いよいよか。本当にここまで来たんだな。なんだか夢みたいな気がするよ。大地、気が早い。その言葉は全国優勝の証、銀のトロフィーを手に入れてからだ。そうだな、最後まで気は抜けないか。ああ、ファイナルは10日後。これまで以上に高いレベルの演奏が要求される。ま、あの天音学園相手だしな。うーん、そうだったけど、こっちにも一ついい知らせがあるさ。な、リッツ。いい知らせ？それってもしかして、うん、もしかして。ああ、医者の話では、俺はファイナルには出場できるらしい。おお、やっぱりリツさん復活ということで、ちょっとね、心配だけど。本当ですか、部長。ああ、
リツの症状が良くなったことについて嬉しい、ほっとした。本当にもう平気なの？ほっとしたよね。嬉しい。どっちだろうな。なんで嬉しいの？大会でより勝てるより勝率が上がったから嬉しい。そんなことを考えるわけがないよね、ユカパ。これは純粋にリツが症状良くなってね、音楽またできるようになったから嬉しいんだ。そっちで行こう。ほっとしたっていうよりも。お前たちがセミファイナルを勝ち抜いてくれたからこそだ。これからはファイナルに向けて俺も練習に加わろう。だがファーストはセミファイナルと同様お前が務めてくれ。ええ今驚いちゃったから驚こう。何鳩が豆鉄砲食らったみたいな顔してんだよ。人難相手にあれだけ渡り合ったんだ。胸張って引き受けろよ。なぜか今日ファイナルの演奏曲は2曲。これはおいおい相談して決めていこうか。ああ。どんな曲がいいだろう。せっかく5人出られるなら50層の曲をやるのもいいかもしれませんね。フルマックスでいいですね。いずれにせよファイナルまでの期間は短い。各自効率よく練習に励んでくれ。短いですよね。以上だ。解散。すごく短い。はい。8月26日2曲。なんと15以上の聴く1曲。アンサンブルの完成度70以上。15以上ですって。今まで弾いてたよりも3も高いのか。お、この曲は。よう、ファイナルに向けての作戦会議に帰りか。さあ、居候組に加わったこのお方。この暑いのにご苦労さんやね。ここまで来たんだ、全国優勝してみせろ。ファイナルに向けて練習するなら俺も協力は惜しまねえぜ。仲間が加わった音だ。違う、連絡先を入手した音だった。東金の連絡先を入手した。気が向いたら連絡してこい。俺の貴重な時間を割いてお前の練習に付き合って感謝しろよ。じゃあ俺も一緒に練習させてもらおうかな。俺やないと教えてあげられへんこともあるやろ。なぜか秘密ともなる。あ、仲間が加わった。時の連絡先を入手した。一緒に練習しとうなったらいつでも呼んでな。さて、あんまり長いこと立ち話に付き合わせるのもかわいそうやね。じゃあな、適当に頑張れよ。はい。いやー、超豪華。贅沢、この作品。これがファイナル用の候補曲か。お、決まったの。いいんじゃない、さすがの選曲だね。当然だ。言うね。ナナミ、君も見てみなよ。はい、あの、失礼します。わあ、さすが明賀部長だ。いい曲ばかり揃えてる。へえ、知らない曲も結構多いな。あ、これ冒頭がチェロのソロなんだ。へえ、コンクールでは珍しい選曲だな。温かくて優しくて、俺この曲好きだな。うん、その曲が気に入ったんだ。え、バレてる。あのそのミョウガ、君の本命はどの曲なんだい？
どの曲でも構わない。お前は？僕？僕もどの曲でもいいかな。君が選んだだけあって、どれをやっても面白い演奏ができそうだしね。そうか。ならば七海、一曲はお前が選んだ曲でいく。おお。いいんですか、うん、認められつつあるね。構わない。実力をね、やっぱり努力って大事だな。ありがとうございます。まさかチェロのソロがある曲が弾けるなんて嬉しいな。あえてこれを選ぶとはね。まあいいんじゃない。意味深な反応されてしまった。大丈夫か七海くん。冒頭のソロがピアノじゃなくてチェロなのが残念だけど。いや、バイオリンだ。何？え？冒頭のソロパートは俺が弾く。それはまた大胆だね。編曲者の指定を無視するなんて。七海くんがショック受けてる。あの、でも冒頭のパートはチェロで、バイオリンとは音階も音色も違って。だからなんだ、お前が弾いて冒頭が壊れるよりはマシだ。ああさっき認められてるって発言をしましたけど、ちょっと変わってきましたよこれ。まあアンサンブルに加わってる時点でね、ある程度は認められてるとは思うんですが。あの、でもくどい。もう一度だけ言う。冒頭のソロパートは俺が弾く。お前の腕ではソロは任せられる、うん、あ、はあ、落ち込んじゃった。はい、わかりました。ミオガさん、もう冒頭からマエストロフィールドぶち込んでくるのかだろうか。落ち込んでた。ここは初めて出会ったところ。七海くんがチェロを投げ捨てようとしたところ。確かに俺の技術じゃソロなんて任せられないよな。けどチェロをバイオリンに変えるなんて、チェロの柔らかくて温かい音の代わりにバイオリンの高くて切ない音、音が変われば解釈だって変わってしまう。もっとたくさん練習すれば俺にもソロ弾けないかな。そうすれば部長も。もしかして明賀さんはまだいたか君、許されたのに。え、命ばかりは。木戸先輩。あ、会っちゃった。あの聞いたぜ七海、チェロのはずだったソロパートを明賀部長が弾くんだってな。はい。当然だな。やっぱりお前じゃ無理だったんだよ。妙な部長もきっと後悔してるに決まってる。お前なんかにソロは、いや、アマネのチェロは無理なんだよ。あくまでもアマネのメンツを潰したいのか。今度は人の心を揺さぶりに行きましたね。おまけに清掃のやつとお友達ごっこしてるんだろう。それはなんだ、違うのかよ。
いえ、違いません。お前を見てると本当にイライラする。敵とチャラチャラ付き合って技巧も表現もパッとしない。全国大会にもそれほど思い入れがないんだろう。アマネにだって大した理由もなく入学してきたくせに何が特待生だよ。舐めやがって。お前なんかが全国のファイナルでまともに演奏できるものか。せいぜい失敗して恥をかくんだな。俺なんかがファイナルでまともに演奏できるわけないか。ひど先輩の言う通りかもしれないな。さあ、メンタルが弱い七海くんが相当やられましたね。ただちょっと待ってね。ただひどさんの言葉はもう本当に痛烈でひどいという一言に尽きるけども、まあでも言葉のね中からひどさん自身のねなぜそう思うようになったかっていうちょっと垣間見えますね。なんか事情があるとか理由があるんだなっていうのは垣間見えますね。ちなみにこれあまねの方のサブストーリーでおそらく深掘りしたのがわかるんじゃないでしょうかね。ぜひそれもやってみたいんですが、さあでは話を戻しまして、物質のテーブルの上に楽譜が置いてある。ほう、初めて見る楽譜だ。かなり古いもののようだ。うん、リツさんが来た。まだ部室に残っていたのか。そろそろ下校の時間だぞ。テーブルの上の楽譜について聞いてみた。ああ、これか。そこの棚を整理しているうちに見つけたんだ。エルガーの威風堂々第一番を50層に編曲した楽譜だ。威風堂々第何番か分かんないけど第一番かな。ねえ、いいですよね、あれあれですよね。オケ部のメンバーで初めてアンサンブルを組んだ時これを演奏した。おお、懐かしいな。夕日が当たっているせいか楽譜は不思議な光を帯びているように見える。確かに光っているように見えるな。そういえば当時の先輩がこれは音楽の妖精のくれた楽譜だと言っていた。その先輩、もしかしてその先輩もあれかな、苦労して走り回って集めたのかもしれない、その楽譜を。ひょっとしたらね。普段冗談を言わない人がそんなことを言ったのでよく覚えている。この楽譜に興味があるのか。興味あります。あるでしょ。そうか、だったらしばらくお前が持っているといい。お、これは楽譜、あ、演奏自体もできるんですね。威風堂々第一番の楽譜を入手した。メールが届いたようだ。なんだなんだ。うん、いや、七海くん来たね。すみません。懸命。こんにちは。突然失礼します。俺、決勝が終わるまであなたと会うことはできません。いろいろ考えたんですけど、次の決勝で戦う以上、これまでみたいに二人で会ったり練習したりするのはやめた方がいいと思って。ほんと勝手ですみません。けど俺、アマネのためにもっと必死に頑張らないといけないから。これまで本当にありがとうございました。決勝での演奏、楽しみにしてますね、ということで。まあさっきの日戸さんとのこともあったのかわからないですけれども、二人練習はできない。もともとできたっけって忘れてしまいましたが、そうか。そして変身ができない。ああ、当然なるわな。苦しいですね。じゃあちょっと最後に改めてもう一回見ましょう。さっきも見たばっかかもしれないけど、何か展開が帰ってこないよね。まあ京也くんはまた別の世界線で、で蘇るんです。
恋に、もうタイトル恋に変わるらしいですよ。次頑張れば。ご飯はまだかな。あ、具体的な20日と25日以外で春の誘いを受ける、あ、昼食を食べて春の誘いを受ける場所だから、だ、例えばもう明日でもいいわけですよね。明日春くんを選んで、よ、了解。ちゃんとやっぱ 毎回見なきゃいけないですね。条件が書いてある。ほら、これも自由時間に八木沢に、あ、これはいけますね。これはすぐにでもできる。明るみな、さあ親密度の上げ方が難しくなってきましたね。ねえ、で、これはもう最後として、ああ、ちょっと待って、主人公のレベル15以上1曲目および2曲目の完成度は90以上、あ、よしよしよし、わかりました、いきます、これは頑張ります。これが日にちでしょ。で、最後、はい、落ち込んじゃいましたが、はい、いけますね。うん、了解です。では、ちょっと、じゃあ、時間も来てしまいましたのでね、今夜はこの辺にしたいと思うんですけれども、あ、ゆえこ自身の情報ね、レベル15、ちょうど15ですね。だから、一応15の曲は今すぐにでも練習可能ということですね。うん。あ、イフード、あ、16か。まだ弾けないんだ。じゃあまたレベル上げからか。あ、随分大変だな。16に上げるの。了解。じゃあ最初はね、また、技術経験を上げながら、うん。あ、これで書いたのか。これできなかったですね。まあ1周目で不可能か。うんうん。ということで、改めて今更ゆっくり見ましたけど。では、まあ明日からまた練習練習また練習しながら親密度をね頑張って上げていくということで、うん、まあこの作品あれですね、一人だけを絞って攻略していくっていう意味では、あの、いろいろやりやすいのかもしれないですけども、まあ全員の親密度をまんべんなく上げていくというのはとても難しいというのは、まあここに来てね分かってきました。まあ、あの、改めて、あ、話長くなってごめんなさい。あの、改めて言いますとね、今回のプレイの目的は、まああくまでもゆえこ自身のその本ストーリーというかね、進めていくっていう感じなので、大会で全国大会優勝するっていうのが最優先で、で、なおかつできるだけ多くの方のイベントを見たいというのが目標ですので、まあ、これからも同様にね、やっていきたいと思います。ですので、その中でね、また、ちょっと、きょうやくんのようにイベントが見られなくなってしまう方も いるかもしれませんが、まあ、申し訳ないですが、そちらを改めてご了承ください。周回プレイで私自身も見ていきたいと思います。さあ、すいません。最後、話長くなってしまって、すいませんでした。また改めて、明日からね頑張ろうというところですね。ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは失礼します。